二塁、中日の方が追加点のチャンス。2割2分の打率もジャイアンツ戦になるとご覧のように高いんです。インコースよね、フォアボールって言われる可能性がありますからね。ただ外のまっすぐとか落ちるボール投げるしかないじゃないですかね。あーか、今度は以前に言ってましたけども、その流れを変えるというのは非常に怖いんですね、勝手にとってですから。確かにあの今年は森田がおっとストレートフォアボール、はい、10勝ですか、10勝すると200勝ですか。 そこまではもうガムシャリングでしょうね。セカンド尾形がさばいて、打ち上げた、ボールだったでしょうか。